うがん。うがん、ごうウガン、ん、かんおン、ンウガン音オカンは、紀元前1世紀から紀元後3世紀にかけて、中国北部、現在の内モンゴル自治区に存在していた民族。三国志などでは、カラスマと表記する。関代の初め、郷土の牧突前雨が唐古を滅ぼした際、その生き残りが、うさん山と千さ山に逃れ、それぞれがウガンとセンピになった。 はじめは、勢力が弱く、強度に進化として使え、年ごとに、牛や馬や羊を見ついでいた。もし定めの時期を過ぎてもその数が揃わない時には、彼らの祭子が強度に連れ去られるのが常であった。強度の壺広しコエンテ帝前婦、在位、紀元前八十五年紀元前六十八年の時代になると、右岸の力がだんだん強くなり、 強度の禅婦の墓を暴いて、牧突禅婦に敗れた時の恥に報復した。坪広禅婦は激怒し、二万の騎兵をやって右岸に攻撃をかけた。菅の大将軍の各校は、この情報を得ると、土僚将軍の藩秋友を送り、三万の騎兵を率いて、両党軍から出陣し、強度の後を追って攻撃をかけた。半秋友の軍が到着した時には、 強度はもう引き上げた後だった。ウガンは、強度の兵から手痛い,い目を受けたばかりで、反秋友キは彼らが力を失っているのに乗じて、軍を進めてウガンに攻撃をかけ、六千余りの支給を上げ、三人の王の首を取って、帰還した。その後もウガンは、幾度か頂上地帯に侵攻してきたが、反秋友キはその度ごとに兵を出して打ち破った。真の王王の末年になると、 ウガンは、郷土と共に侵略を行うようになった。三つ竹三が天下を平定すると、福派将軍のバイを送り、三千の騎兵を引き、五玄関から、頂上の外に出て、征罰を行わせた。しかし何の成果も上げず、馬千余引きを死なせただけであった。ウガンは引き続いて、勢力を盛んにし、郷土に、略奪や攻撃を仕掛けた。郷土は、千里の彼方へ、 居住地を移し、爆弾の地、内モンゴルは空になった。県務25年、49年、ウガンの大人、各単羅9004人が部下を引き連れて、艦の朝廷にやってきた。その主だった指揮者が、王や公に封ぜられ、その数は80人以上にも上った。彼らを、頂上の内側に居住させ、両党属国、両政、右北平、両尾、皇明、 上谷、大軍、岩門、大元、一日方の諸軍に分けて住まわせ、同じ右岸族の者たちを内地に移るよう招き寄せた。彼らに異色を急し、森右岸行為の官を置いて、その統治と保護に当たらせた。こうした施策の結果、右岸は、官のために、災害の偵察と警備の任に当たり、強度や戦費に攻撃を加えるようになった。 英兵年間になって、両費右岸の大人の金主奮、金主本が部族を休合して、官の命令を聞かなくなり、戦費も再び男へ攻撃を始めた。両党大衆の祭り、蔡、優は、検証を出して、金主奮を暗殺させ、その混乱に乗じて、一味を打ち破った。安定の時代になると、両尾、右、北平、岩門の右岸の律州を無価たちは、 また、戦費や強度と連合して、大軍、上谷、軍、五元で略奪を働いた。そこで、広塚佐野の下記に、斜木将軍を兼任させ、この衛兵をその旗元につけ、国境地帯の七つの軍と霊王への兵士を動員して、合わせて二万の軍で攻撃をかけさせた。強度は降伏し、戦費と右岸はそれぞれ頂上の外へ引き上げていった。これ以後、右岸は、 また、だんだんと男に接近してきたので、彼らの大人エビス松、十松会を、トイの館につけた。巡帝の時代には、エビス松は、主だった配下の戸月屋さんのベラを引き、森右腕行為の功用に従って、頂上を出て、戦費を攻めて、手柄を立てた。帰還するとそれぞれ律修王の位を与えられ、絹を賜った。館の末年、両政右腕の大人、 九里キ,キ,キョは五千余りのお地を配下に置き、上谷右岸の大人南郎は九千余りのお地を配下に置いてそれぞれ王を名乗っていた。加えて、両党属国、右岸の大人祖木園は千余りのお地を配下に置いて、勝手に小王と合し、右、北平右岸の大人カラスの部は八百余りのお地を配下に置いて、勝手にアセロ王を合し、彼らはそれぞれに、地望もあり勇敢な者たちであった。 中山大使の長順は、逃亡して、岡緑巨の配下に入ると、自ら渡る天安帝王と申し、三軍の右岸の葬式者となり、青、女、優、木の四州を攻略し、役人や民衆を殺し略奪を行った。霊帝の末年、龍具が優秀の牧に任ぜられると、異民族の間に恩賞を約束し、長順の首を取らせる子ができた。後に、岡緑巨が死ぬと、 息子のロウハンは年が若く重子の富に武力があったので富が代わって立って三王の敗下を統括した。人々は皆彼の命令をよく聞いた。炎章が高孫三と幾度も戦いながら勝負がつかずにいるとき、富は使者を炎章のもとに送って和信を求め炎章を助けて高孫三を攻撃し、これを打ち破った。 炎章は勝手に朝廷の命令を寄贈して、富、南牢、祖国のべ、カラスのべに印受を与えて、それぞれ前愚の称号を与えた。後に、老藩が成長すると、昭王、祖国のべはその配下を取りまとめつつ、老藩を奉じて、善愚とし、富を王とした。富は策略を巡らすことを好む人物であった。皇明の炎獣は若い時捕らえられて右岸と戦比の、 元に連れて来られたが、次第に移民族たちの数計を集めるようになっていた。そこで、炎獣は、戦費部族の力を借りて、森右ン行為の景況を殺すと、自ら守る右ン行為の官についた。ョ章はこれを利用し、炎獣を手厚く扱うことによって、北辺の安定を図った。後に、ョ章の三男であるョ章が早々に敗れて、富の元に逃げ込むと、富の力を頼んで、 奇襲脱会を目論んだ。ちょうどその頃、曹操は河北を平定し、炎獣は千匹と右がを引き連れて曹操のもとに基準した。そこで曹操は引き続いて炎獣を森右が行為に任じ、官の施設を与えて、以前通り、神谷軍根以上で職務に当たらせた。建安十一年、2 0六年、曹操は自ら柳城の富を討った。 秘密裏に軍勢を動かし感動を通ったが、柳城の手前百里余りのところで敵軍に発見された。炎章は富と共に兵を率いて、盆城に曹操を迎え撃ち、その兵馬ははだ盛んであった。曹操は小高い場所に登って敵の陣営を見渡し、兵を出すのを抑えていた。敵に少し動きのあるのを見届けてから兵を動かし、敵兵を打ち破った。 その戦闘の間に、富の首を取り、死者は脳を埋めた、白狼山の戦い。即ローハンカラスのベラは、両党軍に逃げ込んだが、両党軍の役所は彼らすべてを切って、その首を駅場で、曹操の元にもたらした。それ以外のチリジリに残った者たちも皆降伏した。これらの者たちを、優秀と兵衆で、演従の配下にあった、ウガ一万余りのうちと一緒にし、 部族を挙げて、関の内地に移住させた。彼らのうちの王侯や大人の指揮下にある、異民族の兵士たちを統合し、曹操の軍に加わらせた。こうして三軍の右岸は、騎兵としての名が天下に聞こえた。京初元年、237年秋、優秀志士の九県、関急、県を使わし、多くの軍団を率いて、両党を打たせた。右、北平右岸前右のあだ。 呂圧氏、功労トンと呂政右岸ととく、立州王の森止めとは昔、炎章に従って、呂政に逃亡してきたのであるが、旧県の軍が来ると聞いて、廃家の五千四人を引き連れて降伏した。あだ、呂圧氏は、弟のアラハンアラバンを使わし、宮廷に施行して長降物を献上させた。朝廷は、あだ、呂圧氏の廃家の主だった指者三十四人を王に、封じ、 腰や馬などを、それぞれの位に応じて貸しした。ウガンは汽車、騎乗したまま、矢を放つことに巧みで、水や牧草を打って、遊牧を行い、定住地はない。高城、九路、ゲルを家とし、入り口は皆太陽の方向、東に向ける。鳥獣を狩りし、肉を食べ楽、楽、ヨーグルトの類を飲み、獣の毛で着物を作る。若者が尊ばれ老人は癒しめられ。 その性格は乱暴で、腹を立てれば、父や兄をも殺すが、母親には決して危害を加えない。なぜなら、母親には、母方の一族がいるが、父や兄は、自分と同族で、彼らを殺しても報復をする者がいないからである。勇敢壮健なもので、互いの訴えや争いことを裁いてゆける者を選んで、大人、大人、部族長とするのが通例である。勇落ごとに、 下級の統率者はいるが、世襲ではない。数百から数千の落ち、落、集落の最小単位で、約二から三個二十数人ほどが集まって一つの部族を作っている。大人が人を集めるときには、木に刻み目を入れて、印とし、有落、有落、落が二十数個集まり、人口約百十数人ほどの間を回す。文字はないが、 部族民は決して大人の招集を間違えることはない。定まった生死はなく、大人や勇者の名を生とする。大人以下、それぞれに牧畜を仕事とし、養液、養液、土木工事に借り出されることはない。彼らが結婚するときには、まず、密かに情を通じて、女を奪い去ってゆく。半年あるいは百日も経ってから、仲人をやって、馬や、 牛や羊を贈り物として、嫁取りの礼を行う。婿は妻について、妻の実家に入り、妻の家の者には誰であろうと、朝ごとに拝礼を行う。しかし、自分の父母を拝礼することはないのである。妻の家のために、下男の仕事を二年間すると、妻の家の方では手厚い贈り物をして、娘を送り出す。その際の住居や品物は、すべて妻の家が整える。 こうしたことから彼らの習わしとして、すべてのことが、夫人の指図で決められるが、ただ戦闘に関することだけは、男子自らが決定を下す。父と子、男と女が、向かい合って、縦膝で座る。皆、頭を反っていて、この方が軽くて良いらしい。夫人は、嫁入りする時になって、髪を蓄え始め、分けて、元取りに作り、そこに、区決。 高結、帽子の一種をつけ、それを金や壁玉で飾る。父や兄が死ぬと、その残された妻を自分の妻とし、あるいは兄嫁とする、レビレート婚。暴婦に弟がなく目取ってもらえぬ家父は、自分の子供に夫の後を継がせ、自分は白粛の自妻となる。彼女が死ねば、元の夫と一緒に葬られる。 彼らは皆長中の繁殖の時期をよく知っていて、それによって四季を区別する。例えば、畑を耕しをまく仕事は、布国長、格好がなくのを合図にするのである。その土地は青、黒きびや、東掌の生育に適している。東掌は、よもぎのような草で、実は、葵の種に似て、十月に実る。白酒を作る技術はあるが、麹を作ることは知らない。 米は常に中国からの供給に頼っている。大人たちは弓矢や蔵、禄、靴輪を作り、銅や鉄を炭造して兵器を作ることができ、また川に綺麗な刺繍をし、毛線を織り出すことができる。病気になると彼らの知識では、もぐさでお給をしたり、あるいは焼いた石を幹部に押し当て、火を焚いて温めた土の上に寝転がり、 あるいは痛みのある病気の箇所ごとに消灯で血管を切って射血する。また天地山川の神々に病気の平穏を祈願する。針や薬はない。基本、戦闘で死ぬことが尊ばれる。死体を治めるのに棺が用いられる。死んだ当初は呼吸するが、葬儀の時には下部によって死者を送り出す。十分に太らせておいた犬を彩りのある綱で繋いで、 死者が乗っていた馬やその着物、生前の装飾品と一緒にまとめ、それらに火をかけて火葬する。特にその犬は、死者の心霊、魂を守って、石山まで導いてゆく役目を負わされている。埋葬の日には、夜になると、親族や古馴染みたちが集まって車座になり、犬と馬を引いて順番にその座を回る。歌ったり告したりしている者たちは、肉を投げてやったりする。 死者の魂が謙遜な場所をまっすぐ通り抜け、悪い精霊たちに邪魔をされず、無事に石山に行きつける、よう二人の者に呪文を唱えさせる。それが終わると、犬と馬を殺し、衣服と一緒に焼く。彼らは鬼神を敬い、天地や実月精神や山川を祭り、死んだ大人のうちで武勇に誉まれたかい者にも、同様に牛羊を捧げて祭る。祭りが終わると、捧ぐげ物はべて焼いてしまう。 飲食をする場合には、まずその一部を神々への捧げ物とする。彼らの間の掟き手として、大人の命令に背いた者は死刑、盗みを止めない者は死刑の二条がある。殺害事件が起こった時には、部落の間で報復を行わせる。互いに報復し合ってやまない時には、大人の元に出て、判決を受ける。有罪とされた者は、自分の牛や羊を出して、 生命を贖なうことによって、事件は落着する。自分自身の父や兄を殺した時には罪にならない。逃亡した後大人に捕らえられた者は、どこの遊興地もその身柄を引き受けようとはせず、みんなして、陽京の地に追いやってしまう。陽京の地というのは、山はなく、砂漠と水沢と草木が生えるばかりで、マムシが多く、定例の西南、宇村の東北にあたる。そこに追いやって、苦しめるのである。 まず、ウガン族の祖先は、東古であると、三国史や、五漢書などの中国の史書は伝えてる。しかし、その東古の言語系統については、ツングース説、モンゴル説、ツングースとモンゴルの混合説などと、はっきりしていない。また、ウガンと同族とされる戦費についても、モンゴル説、トュルク説、モンゴルとトュルクの根種説など諸説ある。いずれにしても、ウガンは、 アルタイ諸語に分類されていることは、はっきりしている。三国史からすまひとし伝の注釈、王鎮義書古漢書ウガン潜辟列伝などはすべて、東湖の生き残りがそれぞれウガンさんと潜辟さんにより、その山の名前が民族名となったということを、記している。しかし、多くの研究者は逆に、ウガン潜辟族がもともとその山を根拠地としていたために、民族名が、 山の名前となったとしている。そこで、ウガンという名の語源はというと諸説あり、その中でも三つの説が有力視された。この三つの説の中では、定見の論説が一番信憑性がありそうだが、それを立証する資料がないのではっきりしたことは言えない。しかし、この三つの説の他に、北、アジア史研究を表した、内田銀風、ウガンイコール基準来校者という説を提唱した。 実際、近代猛古語で、東華奴隷を、ウナガンと言い、信憑性はありそうである。また、エドビィンジー・パーリー・ブランクは、古代中国人は、外国語の、英語、を、しばしば、カラスでスす例が多く、音声上では、ウガンのコーンは、アーウアでありうる、可能性が強く、ウガンはむしろ後世ヨーロッパに侵入した、アジアの遊牧民族、アウォー、アバールを移したものではないかとしている。 もしウガンが青を映したものであり、青がモンゴール語のアバーが、ヘビ、禅道と連結するならば、ウガン族は、テュルクモンゴール族に普遍的に見られる狼を、トーテム獣とするが、その狼を虫、ヘビという因語で呼んだ、獣全族の祖であった可能性が高い。いずれにせよウガンの原音原理を、決定的に断定するには、今後の研究を要するべきであろう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。